岐阜大学文化部の牧と申します。よろしくお願いします。それではですね、国際教養コースについて、お伝えしたいと思います。やはり私について知っていただくのが一番いいかなと思いまして、まずこれから、参りたいと思いますね。1966年、愛知県西尾市一色町というところで、生まれました。大体ここまでの距離100キロぐらいですね。車で2時間ぐらいです。漁村です。漁村ですので、私の町の子供たちはですね、誰もが魚を触ります。この町はですね、2つ有名なものがあります。大城地祭り、まさにこの週末にですね、行われしますけどね。もう一つはないちょっと見てみましょう。これは大城地祭り、高さと高いもので10メートルぐらいありますけどね。昼間はですね、こんな格好をしているんですけど、夜になりますとね、こういったちょっと幻想的な雰囲気に包まれます。これうなぎなんです。二つ目の有名なものです。うなぎっていうのはですね、まだ現在この生態はよく分かってない。ところがですね、最新の研究成果でやっと分かってきたことがあるんです。うなぎっていうのはですね、昼間はこんな格好してるんですけども、夜になりますとね、こんな。こんな具合に進んでまいりますので、よろしくお願いします。私の専門、アイルランド語、モンゴル語、最小英語テスト、日本語はどこから来た、これから分かるようにね、言語系の専門というわけです。まずアイルランド語ですね。これがアイルランド語語学者の覚えるおじさん、一緒に共同研究しています。これまでもう2冊出版しましたね。モンゴル語、私の学生のリナさん、モンゴル語母語話者ですね。これまでもう2冊出版しています。続きましてメット、今日私初めて皆さんにお会いするんですよね。これ英単語で言いますから meetミートっていうのは、ミート、メット、メット。この過去形じゃないの、この過去分詞のメット。これと全く関係ないです。今のように進めますので、よろしくお願いします。このメットっていうのですけどもね、3分で皆さんの英語能力を測定できるというテストです。これ世界で初めて私は開発しましたね。3分で英語能力を測定できるという意味で、もう英語教育のリトマス紙と最近では言われています。でこういった形でね、で最近ドリルも出ましてね。で、このメットに関して言いますと、やればやるほど能力が上がるということでして、英語教育の逆マス計算とも言われています。さあ最後ですね、日本語がどこから来たの。いや本当にこれ大問題なんですよね。日本語は本当はどこから来たんですか。この本に書いてありますので、ということでして、私の専門に関する、説明を終わりで、ちょっとだけ私の、言語学のセミナーの学生についてね、元気な学生たちで溢れています。さあ今から国際教養コースについて、お知らせしますのでね、順番にスタッフ紹介、教育、スタッフ紹介ですよ。英語圏、いろいろありますけど、私に関して言いますと英語圏を担当してますね。英語圏への留学担当で、まずはですね、実技文系ってね、ケンブリッジ大学、留学されてたね、この柴田さんもメンバーですね。私は米国滞在は11年です。そして英国滞在10年ね、
これに加えてまだ、私ども英語母語話者でハーバード出てるあの教員もおりますので、ね、こんなスタッフ揃えてる大学あるいは学部世界がありません。いいですかね。でさらにですね、英語圏以外も留学できますからね、フランス語圏、ドイツ語圏ですね、フランス語圏は、母語話者ですね、ジルさんね、ドイツ圏はドイツ語圏はアレクサンドラさんね、母語話者です。今ちょうど帰ってるところなんですけど、これあの自分の家の裏山が撮ってましたけどね。はい、さあ教育ですけれども、もう皆さんご存知ですよ、今の時代ですね、大学に来る意味って何ですか。何でしょう。もう YouTube でですね、もう知識がほとんど得られてしまうんですよ。あげくにですね、YouTuber の方が喋りが達者です。どうしましょう。そういう意味で本当に今、大学に行く意味って何でしょうか。これ、修行所の先生が分かってないとダメですよ。大学に行く意味何ですか。今日こっそり2つだけお知らせしておきますね。大学でしかできないことをすること、これがでも何だかなかなか分からないですよ。1つ目、グループで作業をすること。なぜこういうことを言うかというとですね、画面越し、 YouTuber であったとしても画面越しではですね、なかなかそのグループワークが難しい。そして生身の感覚ですね、これは分かんないです。例えば授業の中で皆さん仲良くなります。そうするとちょっと旅に行ってきてね、京都に行ってきて、八つ橋買ってきてね、でみんなに食べてみようなんです。である人はそれ食べようとした時になんかこれもう硬くなっちゃってるよって、いやそれそういうもんだからって、あのおたての方じゃないですから、そういう食感ですね。食感が、まさに大学という場で集まらないとやらないと、そういうことです。画面越しでは無理なことですね。これが一つ。もう一つ、これがですね、交換留学ですよ。交換留学交換留学ぐらいしないとですね、自分を追い込めないです。今気楽すぎますよ。日本大学入ったらすぐ人卒業できちゃいますよ。気楽すぎます。YouTube ではですね、自分を追い込んだ感ですね、なかなか味わえないです。さらに、例えばアメリカに留学したり、もう学費のもう無秩序な高騰、どれぐらいいっちゃってるか。州立大学で1学年200万円、これ以上ですね。というわけで、現代社会では簡単にはですね、留学ができます。さらに、これ、私どもの提携大学です。自分のお金で1年行ってみよう、そう思った場合、いくらかかるか。ユタでしたら400万、サンディエゴ400万、アーカンソー300万、これ全部提携大学ですよ。こんな額です。4年間行ったらどうなってしまうんでしょうか。ということです。ところがですね、交換留学制度を使えば学費はですね、相互不徴収になってますからね。しかも岐阜大学の場合は1年間50万円ですけれども、留学で1年間出るってことになれば半額でよ25万円で済んでしまうというわけです。そうしますとですね、実質は3年半分の授業料で岐阜大学を卒業できる。交換留学を使えばですね、日本に4年もいたらですね、4年もお金払うことになりますよ。交換留学制度を使ったら3年半分の学費で卒業できますからね。しかもそれやってるのは岐阜大学だけです、日本では。こういった背景に基づきですね、私どもはいよいよ2016年4月この国際教養コースというのを立ち上げたわけですよ。
徴です。2年次の後期からですね、東京大学に1年間留学する。これ必修にしています。たくさんありますけれども、これまで学生が行った大学をちょっと紹介しますと、サンディエゴ、アーカンソー、ユタ、ノーザンケンタッキーなどはアメリカ、オーストラリアもあります、フランス、ドイツ、そして韓国もあります。これ全部、交換留学制度で行けますので、授業料は現在に25万円払うからです。仮に英語圏でしたら資格、必要な TOEFL の得点を獲得する必要、そういう必要があります。まあ、ここに得点ありますけれども、これはどういったことか、なかなか分かりにくいので、英検で見てみますと、まあ、準1級程度が取れていれば、まあ、交換留学に行けますよ。2級でも、まあ、こう、ギリギリ、2級より上、まあ、準1級程度あれば、まあ、交換留学に出られます。教育内この国際教育コースにおいての教育内です。これは私のクラス。言語と社会へ。結構厳しいです。まあ、まずは簡単なところからね。自己紹介。パワーポイントを使いながら英語でやりますよね。そして大学紹介、自分が行く大学かもしれないし、重複してしまう場合は、まあ、別の人が行く大学ね、まあ、定型大学の方でもいいです。英語を使ってパワーポイントで紹介します。3番目の、アメリカ情報紹介という、これが難しいです。で、まあ、4つ目は外部スピーカーの講義になりますけど、ちょっとこの3番目見てみましょう。私が好きな作家の一人ですね、堤美香さんっていうね、この方が、アメリカの現状について結構著作になっています。この本をですね、まあ、この方ですけど、この本日本語で書いてます。これを英語で要約し、クラスメートに伝えています。すると大学1年生の、2学期免許をやってますからね、まあ、これぐらいできないですね。さらに外部スピーカーの方くらいですけど、トーマスシクダル君ね、私の研究仲間ですけど、シクダル君にはですね、バングラデシュ料理も作ってもらったりしてね、これ全部英語でちょっと解説してやってもらって、これ学生がこの周りにいるんですけど、英語で、はい、玉ねぎって英語で命令が飛んできて、一緒にこう調理をする。でその後談笑しながら、まあ、食べるというそういう授業をやります。成果です。2016年に始まりましたのでね、2017年の、段階で、初めて留学生が出てくるわけですけれども、この年最初の年に、8名行きました。アメリカ3名、オーストラリア5名ですね。学部全体が100名ですから、まあ1割弱ぐらい頑張ってます。2018年度は11名、ちょっとバリエーションできました。カナダに行く学生やらヨーロッパに行く学生ですね。そして今年です。この夏出発しました。2名を除いてね、出発しました。やはりバリエーションと思ってね、韓国が入ってきました。さあ、もう一度言いますね。留学費用です。交換留学制度を使うと授業料は不徴収なので、互いにアメリカでは1年間だいたい400万円かかりますけれども、払う必要がないです。岐阜大学に1年払うはずの50万円の半分の25万円払っていけます。先ほど申し上げましたように、3年半分の授業料で卒業できる。さらに、この岐阜大学地域科学部国際教養コースが、ちょっと、あるところに疲れてるんですね。日本学生支援機構、こんなところにちょっと疲れてましたね。支援制度に2年連続採択されてしまいました。1年間留学中の、まあ、約10ヶ月ですけれども、1人だいたい80万円ですね。50がありまして、1ヶ月8万円振り込まれるわけです。しかもその80万円は返還完了、実質ただです。8万あれば暮らしていきますね。授業料0円ですから、実質ただで1年アメリカに行って帰ってこれ、
もし自分一人で行きたかったら学費は400万円で1年かこれ0円でやってます、まあ、25万円ですというわけでしてね、このコースを選ばない理由が見当たらない、まあ、ただその先ほどの学生支援機構ですね、毎年審査を受けますので、今年や来年また同じ額をもらえるかどうかはまだ分からないんですけれども、まあ、今のところ好かれている状況ですので、ね、まあ、この状態を続けていきたいと思います、まあ、最後に私のセミナーからも一人この制度を使って留学している学生がいましたね、ユダですね、まだ帰ってきてません、1年ほぼ経過しているんですけれども、アメリカに好かれてしまいましてね、インターンシップをやってくださいと頼まれたもんですから長にやってようやく終わったところでそのうち帰ってくると思います。というわけでしてね、まあ、この後でもいいんですけど何か質問があればいつでも、お願いします。というわけで、本日はどうもありがとうございました。